こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今年はこんなに世界で軍艦などの火災が多いとは思っていなかった。また、米国でワスプ級強襲揚陸艦が火災になるとは。では、今回はこの火災の原因とは何か焦点を当てていこう。誰が予測できただろうか。2020年7月に4日間にも及ぶ大規模火災に見舞われ、なんとか鎮火はしたものの、今後の復帰が危ぶまれているワスプ級強襲揚陸艦6番艦ボノム・リシャールのニュースは記憶に新しい。しかし、この火災事故の詳細がまだ解明されていない状況下の7月18日、今度は同じワスプ級強襲揚陸艦で3番艦のキアサージでも火災が発生し、こちらは迅速な消火活動でなんとか軽微な損害に止まったようだ。さらにこの2日後には最新鋭の原子力航空母艦でジェラルド・ R ・フォード級の2番艦であるジョン・ F ・ケネディでも小規模ではあるが、またしても火災が発生したと伝えられ、さまざまな憶測を呼んでいる。いわく、これだけの短期間で集中的に火災事故が発生したことや、その火災事故が発生した艦艇が原子力航空母艦や強襲揚陸艦など大型の航空機運用能力を持つものに限られていることへの不信感からだ。今回の一連の火災事故の始まりであり、最大の被害を被ったワスプ級強襲揚陸艦ボノム・リシャールの惨事を受けて、アメリカ海軍は火災への対処手順を見直す指示を出していたという。にもかかわらず、その後も2件の火災事故が発生したというのは、どう考えても偶発的な事象とは思えず、人為的に引き起こされたのではないかと指摘する声が少なくない範囲から聞こえてきている。現状では確定的な証拠が見つかったとされているわけではなく、今後の詳細な調査を待たねば何とも判断がつきかねる状態ではあるものの、故意か否かは別としても人為的な事故の可能性はあるだろう。まず、今回の火災事故は、ボノム・リシャールがサンディエゴ海軍基地、キアサージがノーフォーク造船所、ジョン・ F ・ケネディがニューポート・ニューズ造船所と、それぞれ別の場所で起きている。このうちで、強襲揚陸艦のボノム・リシャールとキアサージの作業を担当していたのは、同じジェネラルダイナミクス社の傘下の企業、ナショナルスチール造船所だという共通点はある。この他にも、ボノム・リシャール、キアサージ、ジョン・ F ・ケネディに共通しているのは、不特定多数の民間企業の作業員が、不当での作業に従事していた状況が挙げられるが、詳細は定かではない。今回の火災事故を起こした強襲揚陸艦キアサージは1993年に就役した艦艇だが、2003年のイラク戦争に従軍、そこで24機の AV-8B ハリアー II の母艦として軽空母的な運用の先鞭をつけた艦艇とも言われている。
この戦訓から強襲揚陸艦を軽空母代わりとして運用する。ライトニングキャリアー構想が打ち出されたとされ、ボノム・リシャールがそうであったように艦載機を新型の F-35B に変更する改修が実施されている。ちなみにワスプ級の強襲揚陸艦で F-35B を艦載機とする改修工事を最初に実施したのは同級の2番艦であるエセックスであり、2016年10月に飛行甲板の強化をはじめとする対処が施された。これまでワスプ級を含め強襲揚陸艦が艦載機としてきた。AV-8B ハリアーアイアイは予定では2022年から初めて約3年をかけて前期を退役させ、F-35B との入れ替えを実施する方向で計画が進められてきた。しかし、今回の最初の火災事故に見舞われたボノム・リシャールは、前述の通り、まさにこの艦載機変更に伴う改修工事の最中にあり、ほぼ復元して使用することは不可能な状態だと見られている。このため、代替艦を新規で建造する方が、機関的にもコスト的にも現実的だとは思われるが、当初の予定通りに2025年までに、AV-8B ハリアーアイアイを退役させることが厳しくなる恐れもあり、今後の動静に注目が集まる。さて、強襲揚陸艦キアサージがノーフォーク造船所で火災事故を起こしたのは前述通りだが、ここがアメリカ東海岸のバージニア州ポーツマスに置かれたノーフォーク海軍造船所が正式な名称だ。ノーフォーク海軍造船所はアメリカ海軍が保有する中でも最大の規模と最古の歴史を持つ海軍工廠であり、その誇りは1767年とアメリカ独立以前にまで遡り、日本では未だ徳川幕府の時代だった。設立時はゴスポート造船所という名称であったが、1775年のアメリカ独立戦争を経た後にバージニア州に接収され、さらに1801年にアメリカ政府がバージニア州から譲り受けて国有化、南北戦争を迎える。南北戦争ではバージニア州はアメリカ連合国側に立って参戦、アメリカ合衆国との戦いに敗れ、この後にアメリカ合衆国の支配下となり、ゴスポート造船所はノーフォーク海軍造船所に名称を変えた。ノーフォーク海軍造船所はその名称のままではあるものの、第二次世界大戦後には造船は行わない施設に変更され、既存の艦艇の改修工事やメンテナンスを担当する海軍工廠へと役割を変え、現在に至っている。